ました。みんな団子状態なんで抜け出せるように頑張ります、はい、レッツゴルフ、どっちのパターンで行くんですか？かっこいいパターン。そうですね、左足抜くパターン。純ちゃんに煽られてます。右足出すパターン、右足出すパターン。いつもこれでやったんですか？そう。あそこすごい寒かったじゃないですか。すごいよ。いや前半まで長袖なんで上着たんだけど、後半もういいやつで長袖なんで上着替えた。よくわかんない。よく後半のが寒いですから。
持ってる。閉じ閉めるといっちゃう。ちょっといっちゃいそうやね。あ、大丈夫ですね。いいじゃないですか。2つ目のバンカーをどうだろう。面白い。強い。やべえ、やべえです。一番の弾道高めな。すいません、真ん中です。今日一番高かったです。100%。 心ちゃん。行きます。よっしゃー、行ってきます。みんな越えていくんでしょ。テレビで見てるとこはあのフェアウェイですよね。
ばい。それもソールしてもいいですからね。カメラあった。ありがとうございます。カモン。早いみ。だいぶ割って入ったよ。ありがとうございました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 。皆さんに聞きたいことを聞いてみようのコーナーをやっていきます。今日のように天気が悪いと、トップが出たり、ザフリが出たりすることがよくあるんですが、ラウンド中にどういうところを気をつけたら修正ができますか。お願いします。私が注意しているのは、グローブを10枚ほどクラブにバッグに入れています。もうできればマイボール変えたいです。で、あとグリップがやっぱり滑るとパフォーマンスがいいパフォーマンスできないと思うので、5枚ほどタオルも入れています。まず技術よりそういうものを道具から考えています。1枚しかグローブ持ってなかったら滑りました。で、そうですね、風とか雨があるとどうしてもいつもとこう同じリズムで打てなくなることが多くて、どうしてもこのミッション通しやすいので速くなりやすいから、いつもよりちょっとこうワンテンポ遅くするぐらいちょっとこうゆっくりした気持ちで打った方がいいです。今日は成績の発表をしていきます。はい、ありがとうございます。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 はい、杉山美穂さんです。おめでとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.
あのワンオーバーで1位だったんですよ。おめでとうございます。前半37度だったので、後半アンダー出て出して優勝狙う、打ち込んだら体回りになって後半一回苦しくなりました。だから次の機会に頑張ります。ありがとうございます。シロさん、前半はオーバー。はい、はい、ありがとうございます。まあ、途中までワンオーバーでいい感じで来たんですけど、心さんに出会ってからちょっと無言の圧力をかけられまして、綺麗にいけぼちゃで最後おうちそのままフェードアップしてお決まりのパターン終わりましたので、ちょうどいい1日で終わったなと思ってます。ありがとうございました。次に来たっていう人の一人です。ありがとうございます。いつもちょっと大きいんで、今日は宮下さんに特別推薦枠というなんか美味しい枠で出させてもらい優勝しました。ありがとうございます。今年、QT のクオリファイトーナメントに出て、来年のツアーの出場権を頑張って勝ち取るんで、今後も続き応援よろしくお願いします。今日は来ていただきありがとうございました。またよろしくお願いします。